私はパニコ、29歳の会社員です。独身で今は一人暮らしをしています。就職を機に実家から独立したの。実家には父のパニオと母のパニカー、そして3歳年下の妹のジュリが住んでいるわ。実は一人暮らしを始めたのは妹のジュリといまいち折り合いが悪いからなのよね。やだ、買って買って。パニコお姉ちゃんが1枚洋服買うなら私は2枚買ってくれなくちゃ嫌。子供の頃からジュリは何かと私に張り合ってきたの。私が新しいお洋服を1枚買ってもらったら、ジュリは2枚買ってもらうまでダダをこねてお店の床に寝転がってお掃除したりね。私が小学生の頃、夏休みの絵画コンクールで銀賞をもらった時には、どうしても自分の絵を金賞にしてほしいと先生方にご了承したこともあったわ。まあ当然そんなことはできっこないんだけど、父も母もそんなジュリには手を焼いていて、何度も叱ってきたんだけど、なかなか人間って変わるものじゃないのよね。ねえママ、私短大を卒業したら就職せずに家にいてママの家事を手伝おうと思うの。あれは6年前、ジュリが短大の卒業間近になってそんなことを言い出したから、私も母もびっくりしたわ。だってママはパパの会社の仕事もしてるから忙しいでしょ。だから私が代わりに家事しようかと思って。そりゃそうだけどね。だからといってジュリが就職もしないで家事手伝いってのはどうかと思うよ。あんたは楽しようとしてうまいこと言ってるだけじゃないのかい？せっかく短大まで通ったんだから、ちゃんと就職した方がいいわよ。私も就職してからいろいろと社会勉強をさせてもらっているし、ジュリの人生にもきっと役立つ。は？ママの家事も手伝わないあんたが何言ってんの？ジュリは私に噛みついてきました。あんたは仕事仕事って言い訳して全然家事を手伝わないじゃないの。だから私があんたの分まで家事をやってあげようってのよ。つまりこの家で役に立つ人間はあんたじゃなくてこの私ってことよ。そんな役立たずの人間が偉そうに口を出さないで。私が就職した会社は忙しいため、日頃から残業や休日出勤は当たり前。確かにジュリの言う通り、なかなか家事には貢献できていません。その代わりと言っちゃなんだけど、いただいたお給料のかなりの割合は家に生活費として入れて経済面で貢献していたつもりだったんだけどな。怪しいよ。姉妹のどっちが役に立つかなんて話、比較するのもおかしいじゃないか。ジュリやパニコの苦労も親孝行も分かってないんだから、そんな勝手なこと言うんじゃないよ。だって私も家事を手伝ってくれるのはありがたい話だがね。だからといってジュリを家に閉じこもりきりにさせるつもりもないさ。正社員でも派遣でもフリーターでも何でもいいけど、とにかく何かしらの形で働いて社会ってもんを味わってみること、私はおすすめするね。私の想像ではジュリは就職活動に嫌気がさして、家事手伝いという名のニート生活に逃げ込もうとしたと思われるのだけど、とはいえ家族の説得もあり、ジュリはしぶしぶ働くことに同意したのよ。ただ結局は派遣会社に登録だけして、今ではほとんど仕事に出ていない状態みたいだけどね。でも短大を卒業したジュリは母の代わりに家事を一手に担うようになって、私に対してひどい振る舞いをするようになってきたの。あ、クリーニングに出そうと思ってた私のスーツ、ひどいわジュリ、私のスーツが縮んじゃったじゃない。ジュリが仕事できる私のスーツを洗濯機で洗って台無しにしてしまったこともあったわ。スーツって洗濯機で洗えないの？ごめんね、失敗しちゃった。父や母のスーツはクリーニングに出しているんだからわざとに決まってます。私は怒りを覚えました。でもスーツが縮んで帰ってよかったんじゃない？あんたはチビだからサイズがぴったりになるわよ。スーツを台無しにされた以外にも私への嫌がらせは続いたわ。リモート作業をしている私のパソコンにコーヒーをわざと引っ掛けたり、食卓には私の苦手な食材ばかりを並べたりね。
私の洗濯物だけ生乾きで取り込んだり、食器にわざと洗い残しをしたりとか、本当にくだらないことばっかりするようになったの。このまま実家にいたら、ジュリの嫌がらせがどんどんエスカレートしそう。そう感じたから、私は数年前に家を出て、一人暮らしを始めたの。父や母と離れて暮らすのは寂しいけど、実家からそんなに遠くない距離にアパートを借りたから、ちょくちょく実家に帰って、両親とは仲良くしているわ。こうして、ジュリとも物理的な距離を置いたことで、少し落ち着いたし、たまに会う時ぐらいの嫌がらせもスルーできるしね。ところが、そのうちにスルーしようもない出来事が私の身に起きてしまったの。そういえば、以前にお前たちのおばあちゃんからこんなものをいただいたんだよ。私が実家に帰って母とお茶していると、ちょうど妹が外出から帰ってきたタイミングで母があるものを見せてきたわ。なになに？わあ！母が見せてきたのは、とてもきらびやかな宝石がついた指輪だったの。すごく綺麗ね。それってダイヤかな？高そう。これまでずっとおばあちゃんが大事にしていたんだけど、引っ越しを機に私にくれたんだ。これを家宝として、パニケの女が代々持っていてくれってね。我が家に先祖代々の家宝があったなんて知りませんでした。でも私の祖母は結構な資産家なので、高額な宝石を持っていたとしても不思議ではありません。ねえ、その指輪はパニケの女性が代々受け継ぐものなんでしょ？だったらそれをもらうのは当然私よね。ジュリが突然そんなことを言い出したので、私も母も驚きました。え？でもこの指輪は。待ってよママ、まさか指輪をパニコに渡すつもりじゃないでしょうね。パニコはもう家を出て行っちゃったのよ。なら当然家にいる私に権利があるはずだわ。もうパニコはこの家とは無関係なんだし。ちょっと待ってよジュリー、指輪はどっちでも構わないけど、家を出て独立したからといって私がパニケと無関係だってのは違うんじゃない？そうだよ。それにこの指輪は。母が何か言いかけましたが、それよりも先にジュリーが叫びました。とにかく長女だからって理由で家宝がパニコに譲られるなんて許せない。指輪をもらって正真正銘この私がパニ家の跡継ぎだって証明するのよ。そのためなら私はどんなことだってやるわ。ママ見ててちょうだい。私がパニ家の家宝をもらうにふさわしい人間だってママにもわかるように証明してみせるからね。一体ジュリは何をする気なのかしら。私は不安が押し寄せました。あれから数ヶ月、このところすっかり足が遠のいていた実家に久しぶりに向かうため、私は街を歩いていました。あれからというもの、ジュリは以前にも増して私を邪険に扱うようになっていました。実家に残してあった私の私物や私専用のお茶碗や箸を処分したり、私がいない間に起こった家庭内の出来事を父や母とずっと話して私をのけものにしたり、そんなジュリの振る舞いに対して母は何も言わず、ただ見守っているだけでした。昔の母はジュリが意地悪なことをしていたら叱ってくれたものだけど。でも来週は母の誕生日。このところ実家への足も遠のいていましたが、大好きな母の誕生日はお祝いしてあげたいものです。残念ながら誕生日当日は出張の予定が入っているため祝ってあげられません。その代わりといっちゃなんだけど、この週末にプレゼントとケーキを買って少し早いお誕生日会を開催しようと考えたのでした。ケーキを囲んで家族団らんを過ごしたら、もしかしたらジュリの気持ちも和らいで関係修復ができるかもしれませんしね。いらっしゃいませ。ホールケーキください。この一番大きなやつ、お誕生日のプレートもつけてください。はい、かしこまりました。私はお店で一番大きくて豪華なホールケーキを購入しました。母は喜んでくれるかしら。私はウキウキした気分で実家に向かいました。週末には母の祝いに行くとあらかじめ伝えていたので、実家では父と母、そしてジュリも待っていてくれました。いらっしゃいパニコ。お母さん、お誕生日おめでとう。今日はプレゼントを持ってきたのよ。それからケーキも。私が母にプレゼントとケーキを渡そうとすると、
リビングでテレビを見ていた父が言いました。あ、なんだか雨の音がしねえか。見ると外は真っ暗で、叩きつけるような雨が降ってきていました。私が外を歩いていた時には晴れていたのに、私が実家に入るなりゲリラ豪雨がやってくるなんて。濡れなくてラッキーだったわ。けれど母は慌てたように言いました。なんてこったい、洗濯物が出しっぱなしだよ。え？天気予報じゃ一日中晴れだったから、みんなの布団も干しっぱなしだ。大変、すぐに取り込まなきゃ。みんなも手伝っとくれ。勝手に承知だ。私と母、そして父は急いで洗濯物が干してあるベランダに向かいました。慌てて布団や洗濯物を取り込み、リビングに戻ると、え？私は驚愕しました。なんと私が買ってきたケーキが箱ごと雨の降る庭に打ち捨てられていたんです。ケーキは箱から飛び出し、衝撃と雨でぐちゃぐちゃ。私は泣きそうになりました。ふん、いい君だわ。洗濯物を取りにベランダに行っていなかった人物はただ一人。そう、ケーキを庭に投げ捨てた犯人はジュリの他にいません。ジュリ、なんてことするの？せっかくのお母さんの誕生日ケーキが。誕生日ケーキ？何言ってんのよ。ママの誕生日は来週じゃないの。自分の母親の誕生日もわからないなんて。それでもあんた娘だって言えんの？ねえママ、この人は自分の母親の誕生日すら間違えて覚えてるような親不孝な娘なのよ。そんな人がパニ家の後継ぎだなんてちゃんちゃらおかしいわ。パニ家の後継ぎとしても家宝の指輪をもらうにふさわしい人間はこの私ただ一人。その通りだってパパもママも思うでしょ。ジュリは父と母に同意を求めました。しばらく押し黙っていた母はため息をつくと答えました。ああ、その通り、ちゃんちゃらおかしいね。そうでしょ、だから私が。お前さんのように少年の腐った人間がパニ家の後継ぎだっていうことがちゃんちゃらおかしいって私は言ってんだ。はいつかはジュリも分かってくれるだろうと親心で見守っていたつもりだったが、それも甘すぎる考えだったようだね。いいかい、親にとって自分の子供っていうのはどっちが偉いとか役に立つとかそんな優劣をつけるものじゃないんだよ。子供が二人いたらどっちも可愛い子供、誰か一人を選ぶなんてことはできない。お母さん。それがなんだい、お前さんは自分が優位に立ちたいと思うあまりパニックをけなして評価を下げようと思ってる。相手の評価が下がったら自分の評価が上がるだなんてそんなわけない。それに忙しいパニックが貴重な休みを使って私の誕生日をお祝いしてくれようとした優しい気持ちをお前さんは庭に投げ捨てたんだ。パニコの気持ちを踏みにじったお前さんを許すわけにはいかないよ。え、そんな。だから俺が言ったら、早いとこジュリも一人出しさせて社会の厳しさを味わわせた方がいいって。そうだね、それをついつい先延ばしにしてしまった自分の甘さを痛感するよ。パニコにも辛い思いをさせちまって本当に申し訳ないよ。許しとくれ。母が頭を下げたので私は慌てました。そんな、いいのよ。それに、この指輪も主役の元かもしれないね。そう言って母は、祖母からもらった指輪を再び取り出しました。ジュリが暴走し始めたのも、こんな指輪を見たからだね。指輪は、さっさと渡した気を決めてしまおう。ジュリ、この指輪は、お前さんにやるよ。母は家宝の指輪を、ジュリに手渡しました。いいの?ああ、お前さんはこれをずっと欲しがっていたからね。どうかこの家を離れてもこの指輪を見て私たちを思い出しとくれ。は？以前から計画してたんだ。この家にいたらジュリが甘えていつまでも自立できないだろうから、どっか遠くにジュリをやろうかなって。はバニジーの知り合いで人手を募集してる農場があるそうなんだ。そこで働かせてもらえればジュリも自立できるし、じいさんとばあさんが近くにいるから見張っててもらえるしな。おじいちゃんたちが住んでるところってライフラインもろくに通ってなくて、ネットもなかなか繋がらないようなところなんでしょ。ああ、だからやることが多くて人手が増えるのは大歓迎だと向こうは言ってくれてるんだ。だが踏ん切りがつかなくてな。しかしライオンは我が子を谷に突き落とすって言うからね。
私たちも心を鬼にして可愛い我が子を独り出しさせる日が来たってこった。そんなの嫌よ。田舎の農場で働かされるなんて絶対に嫌。そしたら自分でマンション借りて独立するわよ。だったら文句はないんでしょ。私たちとしては構わないが、お前さんはそれでいいのかい。ええ、パニコがやっていけてるんですもの。私だってやれるわ。そっかい。じゃあこれからは甘えは一切なしだ。自分一人の力で生活し、頼るのは一切現金だよ。わかったね。問題ないわよ。だって私にはこの指輪があるんですもの。家宝の指輪ってことはすっごく高額に違いないわ。生活に困ったってこの指輪を売ればお金には困らないし、仕事もせずに一生生きていけるわ。残念だったわねパニコ、家宝の指輪がもらえなくって。言っとくけどジュリ、その指輪を売ったところで一銭にもならないからね。え、どうして。だって家宝の指輪でしょ。その指輪はパニジーが若い頃にお祭りで買ったおもちゃの指輪だからね。その指輪でプロポーズしてくれたんだとさ。ま、そういうわけで思い出の指輪なんだってさ。おもちゃ。物より思い出って言うからね。金銭的には無価値でもパニ家の歴史の1ページとして大事に保存しておこうと思っていたが、ジュリがどうしても欲しいって言うから渡したといえばパニバーも納得してくれるだろう。よかったねジュリー、ずっと欲しかった指輪がもらえて。新しいマンションに引っ越しても大事にしてね。引っ越し無理よ。だって引っ越すお金なんてないもん。ママお願い、もうパニコに意地悪しないから、このままこの家で暮らさせて。お断りだね。自分のやったことは取り消しにならないってこと、きっちり学習するんだね。ほら、とっとと荷物をまとめな。その後ジュリは祖父母の住むど田舎に追いやられました。自分ではマンションを借りるお金もなかったのですから、唯一の選択ですよね。父と母は知り合いにジュリを預けるにあたって、うちに帰るという選択肢はなし、甘やかさずビシビシこき使ってくださいと念を押していたので、その言葉通りにジュリは毎日こき使われているそうです。厳しい大自然の中で朝から晩まで働けば、いつかはジュリの余ったれた根性も治るかしら。遠い先の話でしょうけどね。ジュリが遠方に去った後も私は一人暮らしを続けています。父と母は実家に戻ってくればと言ってくれましたが、自由な一人暮らしと家族との程よい距離が気に入っているんだ。でもこれからも家族と温かい交流を続けていこうと思うわ。今度実家に帰ったらおもちゃの指輪でプロポーズした祖父母のエピソードを詳しく聞いてみようかしら。あ、それと父のプロポーズはどうだったかも聞かなくちゃね。みんなも聞きたいでしょ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。